元キンプリメンバーの海外進出への武器とは平野市用の身体能力、神宮寺由太の空手が光る。キング・アンドスを脱退した3人の未来を大胆に予測していただけませんかちょうど5月の前半、再造ユーマン編集部からこんな挑戦的な要求があった。もし事情がわかっていれば何も苦労しなかったのに、し そのため、しばらく放っておいたが、今回、ついに筆を取ることにした。2023年5月22日、平野氏を神宮寺雄太、岸優太が金プリを脱退。平野と神宮寺は同日、ジャニーズ事務所を去り、岸も9月に離れる予定だ。金プリは、長瀬門と高橋山の二人体制で再スタートを切った。 実際に、三人の脱退後の行く末には、多くの人が興味を持っている。報道によれば、6月後半に平野と神宮寺が、滝沢秀明氏が立ち上げた新事務所、とべ、とエージェント契約を結んだという情報があり、騎士も後に続くようだ。さらに、平野が滝沢氏のプロデュースのもと、新曲の準備をしているとも伝えられている。 これらの情報の真偽は確かではないが、それよりも注目したいのは彼ら自身の言葉だ。ジャニーズ時代、平野は最後のブロックでジャニー北川さんに向けて謝罪の言葉を述べた。ジャニーさんごめん、ねえ。目標に届かなかった。ジャニーさんの名前を出して謝罪していることから、平野は目標を達成できなかったことにかなり悔しさを感じていたのだろう。 次のステップは、平野たち脱退組が口にしていた、海外進出という目標を実現するためのものだと考えられる。日本の芸能界では、ジャニーズを辞めた後、大々的な活動をすることはなかなか難しい。しかし、山下智久や赤西陣、田口淳之介などの例を見ると、ジャニーズを辞めたアーティストが海外の映像作品に出演し、 活躍しているケースも存在する。したがって、平野たちの海外進出も十分に可能性があるだろう。平野市要、神宮寺勇太た、岸勇太がアメイジンクナトリオになる理由。ここで思い出されるのは、神宮寺の特技である空手だ。ジャニーズ JR 時代、彼はテレビ番組や先輩のコンサートで空手の方を披露する機会が多かった。また、 平野は金プリの冠番組、キングプリンスル。日本テレビ系で非凡な身体能力を次々と披露してきた。初挑戦の瓦割りでは、高難易度の技に挑戦し、見事に瓦を割り、パンチングマシン対決では驚異的な数字である288キロを記録した。 さらに、マイケル・ジャクソンの必殺技、ゼログラビティに挑戦した際には、マイケルの前計画度を超えることに成功していた。日本の武道空手は海外でも非常に人気があり、平野の身体能力は言葉の壁を超えて称賛されるはずだ。 彼らは明るくユーモアのあるお笑い芸人とは一線を画し、海外の観客の心をしっかりとつかむパフォーマーとしての可能性を感じさせる。アメリカで彼らに対して、かっこいいよ。という声が飛び交う光景が目に浮かぶ。それでは、9月末に退場予定の騎士はどうだろうかキンプリ脱退後も、ザ、鉄腕。 ダッシュ、ドーに出演し、米作りに取り組んでいる騎士だが、SDG 認識の高い海外では、彼の米作りキャラクターが活かせるだろう。未来には、アメイジンク、ナトリオが見えてくる。元金プリの3人に、ある名前を付けるならば 週刊誌によると、3人は滝沢秀明氏のサポートのもと、再スタートを切ると報じられているが、滝沢氏自身が海外でアピールできる要素を持っている。それは、歌舞伎、だ。滝沢氏がプロデュースする歌舞伎舞台で主役を務める3人は、きっと格好良いだろう。海外公演でも好評を博すことでしょう。 ただし、滝沢歌舞伎シリーズは実際にはスノーマンが主演し、今年の春に一度ファイナルを迎えたもので、そのコンテンツはジャニーズ事務所に残されてきたため、名前や演目を変更する必要があります。飛べ歌舞伎やケンタッキー歌舞伎といった名前になってしまうのでしょうか。そうなると、元スマップへの稲垣五郎。 草薙剛、し、香取慎吾のユニット、新しい地図のような名称が3人にぴったりだと思います。ただし、そのグループ名はどうなるのでしょうか。進化世大衆、方式や、リアル、シンシンといったワードを使うのはあまりオリジナリティに欠けるし、議論が巻き起こる可能性があります。クリーンプリンセスなんていうのもちょっとパチモンっぽいですね。 使用、ユータ、ユータの頭文字を取って、SYY という名前もあります。これは1990年代前半にビーイングのグループがよく使っていたような感じですね。市民で王家に対抗するという意味で、シチズンというのも考えられますが、それも何かピンときませんし、時計メーカーの名前でもありますしね。エンペラー、皇帝とかいかがでしょうか 滝沢さん、いかがですか滝沢秀明氏といえば、プロレス好きですが、一方、滝沢氏の大好きなプロレスを3人の活動に取り入れるというのも面白そうです。これまでのジャニーズにはなかった試みであり、海外でも受けが良さそうです。特に滝沢氏が好きなメキシコ独自のプロレス、ルチャリブレ、は、覆面をつけて戦うのが特徴ですが、 3人がマスク姿でリングに登場をする様子を想像すると、とても楽しそうです。平野は空中殺法を披露し、神宮寺は空主義を見せ、騎士は謎の特技である足を釣ることで相手を油断させ、トリッキーな技に導く。騎士の人柄も相手を油断させる要素として機能し、英語も得意だということで、マイクパフォーマンスも期待できます。 そして試合後には3人がマスクを外し、その素顔のイケメンぶりに会場が湧くでしょう。このように平野、神宮寺、そして騎士の本格的な再活動について妄想と共に楽しみに待ちたいと思います。